感じです。でエラのところを通して中にガッと差し込みます。これまで反対側も同じように通したら裏を挟んでガッと差し込みます。そしたらこう持って魚がヌルヌル滑るけど頑張ってこます。回してあとは引っこ抜く。すごい。ガッととねエラーマの間も全部一緒に取れるというとこです。はい、あとはで洗う。はい、エラも内臓もいっぺんに取れました。終了。